脱法ドラッグ、脱法ドラッグ、脱法、ドラッグとは、法律によって一部の薬物が規制されていることから、法律による規制がないであろう。大体の薬物を表すために用いられている、用語である。2000年半ばまで、合法ドラッグとだけ呼ばれた。行政側の用語が用意され、脱法ドラッグが2000年、半ばから、違法ドラッグが2005年から、 危険ドラッグが2014年7月からである。英語では、一般にリーガルハイと呼ばれ、合法を意味するリーガルを冠している。専門家の間では、新規構成新薬と呼ばれる。日本では、イタチごっこ、海外では、モグラたたきと称されるように、薬物の規制によって、規制した薬物とは異なるが、類似した構造や作用を持つ、新たな薬物が登場することが繰り返されている。 流通する新規抗成新薬は2013年までを合計して348種類が同定されており特に2013年には約100種類増加しており麻薬に関する単一条約と抗成新薬に関する条約によって現行で規制されている薬物合計234種類を上回っている自由主義的な薬物政策を持つ国々以外での 危険ドラッグに対する強い需要は薬物が厳しく禁止されていることによってもたらされていると考えられる。アメリカには連邦類似法があるが類似しているかどうかの議論により運用は困難に直面している。イギリスでは共通した構造を持つ物質を包括的に規制することで対処しているが、モーラは不可能で危険性の堅牢な証拠も書き、 医薬品を例外化する必要が出るなどの弊害も生まれる。日本は薬物による問題を助長していると指摘されるようなアメリカ型の厳罰主義薬物政策を取り危険ドラッグの規制にはイギリスと似た包括指定を採用している。日本は再び乱用しないよう回復させる体制が遅れている。日本では規制によって新たに登場する薬物が毒性を 増しているとも指摘されており、年間10人以下であった薬物によって死亡した疑いのあるものは2014年には6月までに20人を超えていい。イギリスでは年間20人台であったものが2012年には2倍以上となっているが、アルコールなど他の薬物との併用で危険性を増すという指摘や、すでに規制された薬物による死亡も数えてしまっているなど指摘されている。 日本においては、1995年頃より、繁華街の店舗などで、合法ドラッグが販売されるようになった。1995年の、週刊ポストでは、ハーブが配合された商品や、スマートドラッグや、ラッシュが紹介されている。1997年には、日本薬剤師会雑誌に、いわゆる合法ドラッグと呼ばれるものについてと題する、論文が掲載され、 主に薬効のあるハーブ類が紹介されており、ガララといった競争剤、魔王といった興奮剤、マジックマッシュルームなどであり、その他としてラッシュも紹介されている。1998年に東京都が買い上げ調査を実施した際には、まだ合法ドラッグの用語が使われている。またこの頃、精神科医が合法ドラッグとして、睡眠薬やメチルフェニデート、リタリンに言及している。 1998年には LSD のような幻覚作用のある化合物のが麻薬に指定された。2000年に脱法ドラッグの用語が用いられるようになったのは東京都の買い上げ調査により、木薬のような医薬品にしか使用できない成分が含まれたことからそれでは販売は許可でないという理由からである。2000年頃インターネットの普及などに伴い乱用が広がったとされる。 2002年6月にはマジックマッシュルームが規制されるに至る。2005年頃にはゴメオディプットなどの中毒情報が多かった。さらにトリプタミンとフェネチルアミンのような化学構造の薬物が多かった。この頃は幻覚剤のデザイナードラッグの流通が多く、2006年に麻薬に指定された 2CT-7 は五感の歪みや幻覚を感じる。 数分程度の間、明定感を持つ、ラッシュの続称で販売された、アショウ酸エステルも2006年に指定薬物となった。次第に、合法ハーブと称する大麻に類似した、合成感のビノイドを含有する商品が流行するようになる。2011年には、日本中毒情報センターに対して、合法ハーブによる、急性中毒の問い合わせが、昨年以前には、 年間10件以下であったものが、半年で20件以上と増加した。脱法ドラッグの一種が、合法ハーブと称して販売されているということである。次第に報道等による用語は、脱法ハーブとなっていった。中毒症状による救急搬送、命定下の運転事故が続いたことから、より迅速に違法であることを指定するために、薬事法における指定薬物の運用が始まった。 2013年には指定薬物を包括指定するという新しい薬事法の運用によって類似の構造の薬物を一括で規制していくこととなった。日本では販売の名目ではなく事実上接種目的で販売したと判断される場合は無承認、無許可医薬品の販売として薬事法違反での取り締まりの対象となる。しかしこの解釈が曖昧なため 購入者が勝手に目的外使用をしているとの建前のもとに、まだにアダルトショップやインターネット上で、クリーナーや、芳香剤、研究用試薬、鑑賞用などと謳って販売されていることがある。日本国内においては、自動車の運転により人を死傷させる、行為等の処罰に関する法律により、薬効成分の種類を問わず薬物の影響下で、正常な運転が困難な状態、 または、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態に、陥る薬剤の影響下での運転を規制している。これらの薬剤の影響下で、自動車を走行する行為により人を支障させた場合、危険運転致死傷罪に問われる。さらに、薬物の影響下にあったことを隠蔽したり発覚を恐れて逃亡した場合には、過失運転致死傷アルコール等、影響発覚面が包みにも問われる。 しかし、実際に事故が起きてしまってからでは、遅いということで、事故を起こさなくても、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができない恐れがある状態での運転をする能性があることが判明した場合に、道路交通法第66条、過労運転等の禁止違反の現行犯容疑により、逮捕する運用が2014年8月から開始されている。さらに、 危険な運転そのものを防ぐために職務質問等で車内から危険ドラッグが見つかった場合その時点で使用していなくても過去に使用したことがあり使用した状態では正常な運転ができなくなる可能性があることを認識していれば交通違反の有無にかかわらず道路交通法が定める危険性対応者として公安委員会に諮って運転免許の効力を 最大6ヶ月停止する運用も2014年9月から開始されている。現在までに国際的な薬物規制としては1961年の麻薬に関する単一条約と1971年の抗精神薬に関する条約とで合わせて200種ほどの薬物を国際的に規制している。医薬品も含めて新たに乱用されるようになった薬物は従来は 寄生物質の一覧に追加するような形で、されてきた。1989年には世界保健機関の専門委員会にてすでに規制されている薬物に科学的に非常に近い物質の乱用が報告されるようになる。1980年代以降はトリプタミンやフェネチルアミンの構造を持った薬物の流通が徐々に見られるようになっていた。2000年以降に 合成管の美の井戸が流行するようになると、新たな合成新薬の数は増加している。新規合成新薬の登場が多く早くなっており、新たな法的な手法が模索されており、各国の法律によって対策を講じている。それは、類似的な規制、アナログ方式、包括的な規制、ジェネリック方式、あるいは限定的な販売許可である。2013年までには、 すでに国際的に規制している数とは別に国際的に流通する新規構成新薬がこれまでを合計して348種類が同定されており特に2013年には97種類が同定されたこのような用語には統一された定義はないリーガルハイは英語圏で用いられる用語である合法を意味するリーガルハイになる透水を意味するハイである この用語について、専門家は極めて役に立たないとしており、アルコールやタバコのような定着した合法薬物は除外されているが、様々な人々が莫大な範囲の異なる薬物を指すために使っているためである。範囲にならないものも含まれてくる。専門家の多くは、新規向精神薬の用語を用いるが、中には新規ではないものもある。例えば、国連薬物犯罪事務所は、 新規抗成新薬に関する報告を行っており、リーガルハイやデザイナードラックとも呼ばれるとしている。2014年の国連薬物犯罪事務所や欧州薬物薬物依存監視センターの報告書でも新規抗成新薬を定義しており、麻薬に関する単一条約と抗成新薬に関する条約とによって規制れていない薬物のことである。デザイナードラックの用語では、 化学構造の点など、既制薬物に類似しているものを指してくる。既存の抗成新薬に類似しているということである。こうした薬物は、形状、化学構造、作用などによって大まかに分類される。ある薬物を禁止する法律が、その代替の薬物に対する需要をもたらしており、モデルとなる薬物が存在する。しかし薬理学的な特徴は、 単純に分類できないことに注意が必要である。この節では、作用と由来によって大まかに分類する。化学構造による分類は、以降に挙げる。ケミカルとナチュラルの分類は、違法か否中かということには関係のない分類である。こうした薬物の使用者は、マジックマッシュルームや、大麻のようなナチュラルな薬物をより安全で後見なし。 ケミカルのような合成された薬物を危険であるとみなす信念を持っている場合がある。2014年では、ハーブの名前を持つ薬物は、実際には合成されたカンナビノイドのような薬物が混入されていることも多い。合成カンナビノイドは、こうした薬物の大部分を占めている。合成カンナビノイドとは、大麻に含まれる成分である。 thc の化学構造や作用を模して合成された化合物である。物質名としては JWH-018 など多様に存在する。このような化合物がハーブの形をしたお香りに混入されて販売されることも一般的である。大麻の方が安全である。可能性が高くリスクを予測しやすく過剰摂取しにくい。 高性管の美の井戸ではその粉末が袋の底に溜まり、予期せず過剰摂取することがある。新規の精神刺激薬であり、既存のものと同様に強迫的な使用や過剰摂取、精神刺激薬精神病の危険性がある。精神刺激作用のある気薬である魔王やエフェドリンが含まれている薬物は、エフェドラ系と呼ばれる。主に、ダイエット薬や、 サプリメントなどの名目で販売され、1990年代からアメリカ合衆国を中心に流行し始めた。魔王自体にエフェドリンが含まれていて、エフェドリンはフェネチルアミン系であり、興奮剤的効果を持つ。また、エフェドリンは多くの国で規制物質となっている。日本でも質量比10%を超える製品は、覚醒剤取締法により、 覚醒剤原料として規制されている。新規の幻覚剤はカンナビノイドや精神刺激薬のようには普及していないが一定の需要が存在する。LSD やマジックマッシュルームのようなすでに定着した薬物は過剰摂取することが不可能に近いため、新規の幻覚剤では過剰摂取のより大きな危険性を持っている可能性が高い。LSD のような定着した 幻覚剤と間違え、過剰摂取する、可能性がある。アショウ酸エステルを主成分としている、脱法ドラッグは、ニトライト系もしくは、アショウ酸エステル類と呼ばれ、お香りやクリーナー名目で販売されている。気化したドラッグを警備摂取する。使用により、明敵感が得られ、オーガズム時に摂取するとその快感が上昇する。著名なものはラッシュ。 使用により血圧低下が起こり、循環器に障害を残す場合がある。類似した化学構造であっても、幻覚作用や興奮作用といった異なる作用を示すため、化学構造による分類は作用を代表しない。ニコチンのような単純な化学構造であれば、類似した構造を持つ誘導体は30から40種類しか作れない。しかし、 より大きな化学構造を持つ場合にはさらに多い誘導体の合成が可能であり、包括的に類似の構造を上げることは不可能である。フェネチルアミン骨格を持つ薬物はフェネチルアミン系と呼ばれる。トリプタミン系と同様、多数の薬物がフェネチルアミン系である。アンフェタミンは日本の法律の覚醒剤にメスカリン、MDMA などは 日本の法律の麻薬に指定されている。興奮作用を持つ覚醒剤や幻覚剤の MDMA のデザイナードラッグである。トリプタミン骨格を持つ薬物はトリプタミン系と呼ばれる。幻覚作用を持つ多数の薬物がトリプタミン系である。日本の法律上の麻薬に指定された著名な物質は天然にも存在するシロシン、シロシビン、DMT や 合成されたゴメをディプと AMT などである。広い意味では、神経伝達物質セロトニンもトリプタミンに当たる。トリプタミン系の薬物は、セロトニン受容体に作用し、多効感や幻覚を誘発する。これらの代謝を阻害する、モノアミン酸化酵素阻害薬や、または、選択的セロトニン再取り込み阻害薬やスナリーとの、併用は危険である。そのような併用や、 過剰摂取により重篤なセロトニン症候群に至る。化学構造が THC とは大きく異なる場合でも類似した作用があり、さらにそれぞれの化学構造の違いもどこかが一つだけ変わったというような単純ではない。アメリカ国立精神衛生研究所のトーマス・インセルは現行の抗うつ薬の効果を聞くのも数週間後であるとして不十分とし、 次世代の抗うつ薬の目標に数時間で感解をもたらすケタミンを挙げ、こうした流れにより理化学研究所が同様に、ケタミンによる研究を行っている。諸外国ではすでにこうした治療を提供している施設も存在する。こうした背景によって、より安全な代替薬の探索の必要性があり、類似したメトキセタミンは、ケタミンより副作用が少ないと考えられるが、 禁止されたことで著しく研究が制限される。イギリスでは、包括指定から、動物病院にて用いられるケタミンに類似した、薬物を一種類除外する必要があったが、製薬会社が似た構造の自社製品の研究に、消極的となったり、研究への影響が深刻である、可能性がある。こうしたことは、ケタミン以外にも言える。 2014年には国際神経精神薬理学会は根本的治療にはほど遠く副作用に問題のある現行の薬の強を打破するために新たな薬の標的を探し革新的な創薬ができるよう各国に提案している薬物規制の禁止主義は人権侵害と薬物使用を停止させることの失敗をもたらしたし広報ドラッグの強い禁止は研究開発の 中止という悲惨な結果ももたらす。海外では、植物肥料、お香り、研究科学物質、またバスソルト、入浴剤として販売されている。2013年の日本薬剤師会雑誌の論文では、脱法ハーブとされるものは主に合成管ナビノイドが、混入した、形態、リキッド、液状や、パウダー、粉状では興奮系薬物が主とされている。 商品がブランド名を冠している場合には、同じブランド名であっても混入された化学物質が同じ物質であるとは限らない。形状は粉末状のものが多く、液状や錠剤のものもある。結晶状の脱法ドラッグは計量器を使わない、場合正確な軽量が難しく、使用者にはオーバードースの危険が伴う。摂取方法は主に傾向である。 ただしこれは2012年の死亡者のうち13人は、すでに2003年に、寄生済みの GHB が原因であるなど、すでに規制されているものを含んで過剰に推定されているとも指摘されている。そして、イギリスでは、合法ドラッグによって1年間に死亡する人数の2倍もの人が、アルコールによって毎日死亡していることも指摘されている。このような死亡は、 アルコールをはじめとした他の薬物との併用によって危険性を増すことが多いのではないかと指摘されており特にアルコールは判断力を消失させて薬物の服用など危険な行動につながりうる日本の警察庁の調査で交通事故によって死亡した数は含まず吸引によって死亡した疑いのある人数である2014年の日本の専門家の言説では 規制を逃れた薬物が年々より危険に、日本中毒学会の上条吉人理事によれば、毒性の強いものに、国立精神、神経医療研究センター依存性薬物、研究室の本俊彦によればより悪い依存症に、変わってきているという。薬物政策そのものでは、アメリカでは1980年代から、薬物戦争をスローガンにして、原罰主義となったが、 1990年代には薬物の依存と乱用をむしろ促進しているとの批判が週回復を目指すドラッグコートという施設が実験されていった。日本はこのアメリカの政策を後追いした。日本では覚醒剤による刑事施設収容者が4分の1を占め、男子62.1%といった高い。 再犯率を維持しているのは薬物依存症が治療されないためであり、さらには司法にかかるコストの方が治療にかかるコストよりも大きい。覚醒剤なども含めた薬物の問題に関してアメリカではこうした専門家が数百人はいると見られるが、日本では10人もいないとされ、再び薬物を使用しないという回復の体制が先進諸国で最も遅れているとされる。 依存症が治療されない結果、日本は覚醒剤の乱用が50年も続いている国際的に稀有な国である。薬物戦争のようなアプローチは厳しい罰則が使用を抑制するだろうという考えに基づくが実際にはこうしたアプローチを取っている国はより寛容な政策を取る国よりも薬物使用にいる問題が大きい。批判罪化などの寛容な政策を取った国々において 恐れられていた依存率の上昇などは確認されていない。オランダやスイスでは薬物を使用する人々がいるということを認めた上で、その使用によって生じる害を減らすことを目的とするハームリダクションという政策をとっており、こうした国々では新規抗精神薬に対する強い需要はないと考えられる。大麻が実質的に合法であるオランダでは、大麻を模倣する合成肝ナビノイドの需要は、 ごくわずかであり、このような主張が裏付けられる。また、ニュージーランドでは、こうした新規抗生新薬を、クラス D に分類し、健康上のリスクと安全上の警告を表示し、青年に限って販売している。取締りは主に都道府県警察、厚生労働省麻薬取締部、各都道府県薬事担当課により行われる。主に麻薬及び、 厚生新薬取締法の麻薬を指定する、政令にて、規制された物質として追加してきており、それでは、迅速に対応できないとして、薬事法における、指定薬物の制度が制定された。それ以外には条例を用いることもある。2013年3月以降は、化学構造が類似している多くの薬物を、指定薬物として、包括指定して、取締りの対象とすることができるようになった。 地方自治体の条例に基づく取締りは保健所もしくは警察が実施する。2005年3月、日本は国連麻薬委員会に対して新たな薬物への取り組みに関する決議案を提出し、国連麻薬委員会決議48-1として全会一致で採択された。薬物関連の条約における規制薬物ではない新たな薬物が 特定の地域で登場し脅威となっていると報告した。これに伴い各国の情報交換や国際連携を強める必要があるとして、そのように努めることを決議した。2005年以前は、個々の薬物を新たに麻薬などに指定しない限り、人体への摂取を名目に販売されていないものは、販売を制限することができなかった。しかし2005年2月25日の通知により、 薬事法上の無承認、無許可医薬品として、取締りの対象が拡大し、使用目的に係る標榜ぶり以下にかかわらず、事実上人体への摂取が目的とされていると判断される場合は、薬事法上の無承認、無許可医薬品として、取締りの対象とするとされた。この結果、脱法ドラッグを販売をしている業者に対しても、薬事法に基づく取締りを行うようになり、 高校剤、研究用試薬、干渉用と称するものを取り締まった。業者の多くは広告掲載や販売を停止し、日本における脱法ドラッグ市場は縮小することになった。厚生労働省は脱法ドラッグの故障を違法ドラッグへと変えた。これは2005年9月22日に行われた厚生労働省主催の第5回脱法ドラッグ対策のあり方に関する。 検討会で提案された意見沿ったということである。同検討会は、脱法ドラッグは、薬事法に基づけば違法であるとの考え方のもとで、故障の切り替えを提案した。指定薬物は、脱法ドラッグ対策としての新たに設けられた区分である。厚生労働大臣は、危険性の高い脱法ドラッグを、薬事、食品衛生審議会の意見に基づき指定薬物に、 指定することが来る。指定薬物は医療等の用途を除いて製造や輸入やその広告が禁止され、行政は指定薬物の検査、廃棄、回収、立ち入り検査などを行える。また指定薬物の製造、輸入、販売、授与、販売、授与の目的で貯蔵、陳列には罰則が設けられる。また指定薬物の指定は 麻薬や覚醒剤の指定より短期間で行われるため、行政は脱法ドラッグに対して、より迅速に対策を取ることができるようになる。2006年3月7日、厚生労働省は第164回通常国会に薬事法の一部を改正する法律案を提出した。これは脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会と、 医薬品販売制度改正検討部の提言を踏まえている。提出の理由として医薬品販売制度などの見直しと脱法ドラッグへの対策強化が挙げられた。6月8日に改正案は可決され、6月14日に交付された。脱法ドラッグへの対策強化としての改正法は2007年4月1日に施行された。2013年2月20日。 厚生労働省は脱法ドラッグに使われる合成ンナビノイドルイ772物質を指定薬物として包括指定する省令を交付し3月22日から施行されたこの最初の包括指定により指定薬物は従来の92種から851種へと一気に拡大した年月日より指定薬物に指定されたものについては 従来の流通だけでなく、所持、使用なども、懲役3年以下、または300万円以下の罰金という罰則となった。脱法ドラッグとして流通されたもので、2000年以降に麻薬指定されたものを以下に示す。一部の都府県は、脱法ドラッグへの取り組みとして、薬物乱用防止条例を制定した。この条例は、脱法ドラッグ条例とも呼ばれる。 条例では、大麻取締法、覚醒剤取締法、麻薬及び、抗精神薬取締法、アヘン法及び毒物及び敵物取締法における、既成物質ではなく、抗精神作用があり、乱用の危険性が伴う薬物のうち、乱用の危険性があるもしくは乱用されている薬物を、知事が、知事指定薬物に指定することができる。知事指定薬物は製造。 栽培、販売、授与、販売または授与が禁止され、刑事罰が規定されている。知事指定薬物への指定対応は、国の対応に比べて短期間で行われている。都府県で薬物乱用防止条例が2005年に初めて制定された東京都において、2CI、MBDB などは、国より先に東京都知事指定薬物として規制された。しかし、 2014年11月2日付の毎日、新聞によると、脱法ドラッグの防止や、禁止の条例を定めた条例を制定しているのは旧、都道府県のみで、残る21県には、条例制定の動きさえないことが明らかになっている。これにより生じた条例の空白地帯の自治体を狙う、形で、販売業者側が、販路確保の動きを強めている模様で、国による、 抜本的対策が求められている。アメリカ合衆国において薬物規制を行う機関は、アメリカ司法省の麻薬取締局であり、部分的に食品医薬品局や連邦捜査局が取り行う。州法や司法に基づき、それぞれの法執行機関が薬物に対する取り組みを行う。関連、アメリカ合衆国の警察。連邦法として、 規制物質法が乱用薬物を規制しており、そこに連邦類似法が内包されている。規制物質法は薬物をスケジュール I からスケジュール V の5つに分類し、各スケジュールの取り扱いを規定している。連邦類似法はスケジュール I 及び通に科学的もしくは薬理作用が類似した物質を取り締まることができる内容となっている。この法律の運用は 特に基準を確立するための詳細なガイドラインがないために薬物が類似しているか否かの議論によって法律的な困難に直面しており見直しが求められている。ウェブトリップ作戦は麻薬取締局によって2004年度に実施され2004年7月21日に終了し10人を逮捕した。規制物質法によって規制されていないが 連邦類似物質法に照らして合法性に疑問があるトリプタミン系とフェネチルアミン系の薬物を流通させた疑いのあるウェブサイトの調査を目としていた。ウェブサイトの売買は研究用化学薬品の売買として知られるようになっていた。これらの販売は合法的な産業目的や研究目的よりむしろ娯楽的使用のために行われおり研究用化学薬品の名目は 事実の隠蔽を意図した歪曲的な表現であった。5つのサイトが作戦によって取り締まられ管理者が逮捕された。麻薬取締局によれば、サイトから販売された AMT は2002年4月にニューヨーク州の北部の男性が死亡した原因となり、別のサイトにより販売された西 c t マイナス7及び西 c t マイナス21は、 ルイジアーナ州の22歳の男性が死亡した原因となっていた。その他に入院を必要とする14件のオーバードース事故が麻薬取締局により挙げられている。2004年11月、麻薬取締局から提供されたクレジットカード情報により、イギリス警察は20人を超えるイギリス人を逮捕し告訴した。これらのサイトを通じて薬物を購入していたことによる の21節にて、どんな形態のマジックマッシュルームも違反とする修正を施すために、政府が薬物乱用諮問委員会の助言を求めることとなっていたが、その機会が与えられないまま、この修正は施行された。そのため、有害性についての他のクラス A 薬物と同等の害を及ぼすという科学的証拠がなく、1993年から、 ヘロインによる5737件の死亡証明書があった一方、キノコでは一件であり、EU における乱用の動向のデータによれば、より危険な幻覚剤に置換されており、間違った分類になっているという証拠がある。イギリスでは、後に共通する化学構造を持つ薬物を一括して規制する法律を持っている。包括的な指定と治療研究への弊害も参照。 イギリスではリーガルハイとして流通していたによるたった一例の死亡をメディアにて大々的に報道し、そして禁止したことによって一部の使用者はより有害なコカインの使用に舞い戻り死亡者が増加した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。